ゆっくりりとしっかり学ぶ英文法英語力を確実に高める25章解説講義と教材執筆を担当しております持田哲郎ですこの動画は文法能力開発が制作しお届けいたします。 まずは、ゆっくりとしっかり学ぶ英文法の文法とは何かという話から。文法を学ぶというのは文法問題を解くということとイコールではありません。英文法学習は本来、読み書きなどの基礎固めとして行うものです。文法問題を解くためだけに学ぶわけではありません。 文法問題の出題の有無に関わらず英文法は学ぶべきです。文法問題で出題される文法と読み書きに必要な文法にはズレがあります。読み書きに必要な文法こそ学ぶことが大切となります。中学でつまずいたまま英語がわからない。高校になって英語がわからなくなった。 文法問題集を繰り返しても力がついた気がしない。このような場合というのは英文法の学びが浅いことが原因です。では英文法を深く学ぶにはどうすればいいのかと言いますとポイントがあります。まずは反則修。これはゆっくりと学ぶこと。体系的。これはシステムとして順序よく学ぶこと。 明示的。これは説明を理解して学ぶこと。日英対象。日本語と比べながら英文法を学ぶこと。そして豊富な問題演習。実際に手を動かして学ぶこと。これらが重要になります。まずは、反則修から詳しくお話をしていきましょう。 文法学習は早く進めればそれで良いっていうわけでもありません。試験のための学習には確かに期限があります。期限があるから早く学べる方法に頼りがちです。ですが、早く学べば早く知識が身につくわけではありません。個人差もあります。短期間で学ぶのが得意な人もいればそうでない人もいます。 これまでの学習経験も人によって違います。このため今後必要な学習量も違ってきます。センスがない人でも大丈夫です。いわゆる語学に向いている人もいればそうでない、向いてない人も当然います。感覚的にどんどん学んでいける人もいればそうでない人もいます。考え込んだり悩んだりしながら学んでいく人もいます。 大学受験や資格試験対策では速習が流行です。要領をよく学べる人は速習の波に乗れます。ですが、乗れない人もいます。そういうタイプの人には時間をかけて学べるプログラムが必要です。次に体系的ということについてお話をしていきます。文法学習には学びやすい順序があります。 文法知識を行き当たりばったりで学ぶのは非効率です。単純な仕組みから複雑な仕組みへと順序をよく学ぶことが効率的です。単純な仕組みは後で応用ができるようにしっかり理解。複雑な仕組みは単純な仕組みを復習しながらしっかり理解。こうしてゆっくりでありながらしっかりと学べるプロセスを実現しました。 次は、明示的ということについてのお話。記憶することは大事なんですけれども、でも、丸暗記は辛いという人は多いと思います。文法学習で考え込んでしまう人向けに、論理的な解説を用意しております。なぜそうなるのかを可能な限りしっかりと説明しています。言語学。 英語学や日本語科学の研究成果を応用しています。わかりやすさや学びやすさを追求しています。従来ならば、センスの良い人だけが気づいていた英語の仕組みを図や言葉で可視化、見える化しています。次に、日英対象のお話をしていきたいと思います。 英文法を日本語と比べながら学ぶことの重要性についてです。日本語を母語として日常的に使っている人の頭の中には、日本語の文法が出来上がっています。母語は無意識に身につけるものです。ですから、この日本語の文法というのは自力では分析できないことが多いです。 日本語話者が英語に触れると頭の中では自動的に日本語と英語が対応づけられます。この対応が適切ならばいいですけれども不適切な対応ならば誤った英語を使ってしまうことになります。日本語の仕組みを意識し英語と比べてみることが大切になります。最後に豊富な問題演習についてお話をします。 ゆっくりだけれどもしっかり学んでいきます。基礎は優しいことばかりではありません。基礎とは絶対に必要な知識や技術のことです。基礎を身につけるには一定の学習量が必要です。文法の基礎の場合、反復練習が特に必要になります。文法の仕組みを理解したら、あとはひたすら練習して覚えていきます。 分かって、使って、感じ取るというプロセスを経て、記憶へ。そのための豊富な問題演習を用意し、例文暗記を支援いたします。和訳、英訳を含む記述式の問題演習と、過去30年の大学入試過去問から厳選した入試問題演習、この2つで文法力を高めていきます。